他の診療院の岡野です、えー、今回はですね、あんまマッサージ指圧師という、えー、資格にまつわるお話をしたいなというふうに思うんですね。まあ私も思ってるんですけれども、3年間、えー、専門学校に通って、えー、受験、えー、国家資格の受験資格を得られて、で、国家資格、試験を受けて、えー、見事合格すればですね、得られる、えー、国家資格なんですけれども、この資格がですね、ちょっともう、 えー、ここ最近の状況を見るとなくても、あのー、そういう仕事ができちゃうような状況になりつつあるなっていうところがあってこれは結構恐ろしい状況なんですよねあんまりいい状態じゃないなというふうに思って、えー、そういうお話をちょっとねしてい,たいきたいなと思うんですけれどもじゃあなんでそういう状況になったのかっていうところなんですよね生態、えー、のお店とかあとはリラクゼーションとかあとはほぐしとかですね 手もみとかそういうの、えー、お店を、えー、皆さん見たことあるかなというふうに思うんですけども、えー、マッサージとか指圧とかあんまっていう言葉をですね、えー、使ってなければ同じような、えー、施術をしても、えー、そういう仕事が資格がなくてもできてしまうっていうところが、えー、今の日本にはあるんですよね。ですんで生、えー、体院っていうふうにやって、えー お店を作ったたとしたらですね、そこに整体、えー、師って人が働いてるんですけれどもその整体師って人はですね実は、えー、民間の資格を持った人だったりとかですねあとは、えー、全然勉強してないで修行とかしないで急に始めようとでは始められちゃうんですよね。えー、リラクゼーションとか手もみとかそういうのもそうなんですよ。 えー、そういうお店っていうのはマッサージとか視圧とかあんまっていう言葉を、えー、お店の名前に使ってな,かなければあとは商品名でマッサージいくらとかっていうふうにやってなければですね、えー、そういうお店って、えー、資格がなくてもできちゃうんですよねで、えー、しかもですねこうマッサージ店マッサージのお店っていうのはその国家資格を持った人が、えー、やれるお店なんで えー、管轄してるのはです、ね、保健所なんですよね。ですんで、開、え、業、ー、するときにはです、ね、結構大変なんですよ。待合室はこれだけの広さがなきゃいけないとかですね、待合室と、えー、治療するベッドの間っていうのは、ちゃんと仕切りがの壁が作ってなきゃいけないとかですね、えー、こういう扉をしっかり、えー、固定できるような扉っていうのをつけ,るつけなきゃいけないとかですね、ベッドが2台あった場合は、そのベッドとベッドの間もしっかり仕切らなきゃだめだとかですね、すごく。 えー、厳しい、えー、制限がかかってるんですよねまあでもそれのおかげで衛生管理とかしやすくはなってるんですけれども、えー、そういう保健所のですね立ち会いの検査があってそれでやっと開業していいですよっていうですね許可が得られるというお店になってるんですね。かたや整体とかリラクゼーションとかですね エステもそうですけれどもそういうお店っていうのはそういう、えー、間取りの制限とかですね管理っていうのはなされておりませんので、えー、自分が自由に、えー、どういう間取りにしようかとかですねいうのは、えー、できちゃうわけなんですよね保健所に届け出する必要がないんでで、えー、そういうですね開業するにしても、えー、何にしてもですね えー、マッサージ店を作るよりかは生体のお店とかリラクゼーションのお店を作る方が圧倒的に規制が、えー、ないだから、えー、始めを飛べば始めやすいというのがありますでさらにですね広告規制っていうのはマッサージ店の方はあるんですね、えー、マッサージ店を、えー、開業してじゃあ広告を えー、出そうというふうにしてチラシとかをですね配ったりとか、えー、ポスティングって言ってあの近所のお店とか、えー、お家とかですねマンションとかに、えー、ポストにこうチラシを入れてきますよねそのチラシに書いてある文言っていうのも、えー、マッサージ店の場合は、えー、とても制限が、えー、かかります、えー、商,品商品の料金を書いてはいけないとかですね えー、肩こりとか腰痛と,にとかそういうこと文言を入れてはいけないとかですね,ね実際ど,どこに、えー、所在地があって、えー、誰が、えー、施術しているのかぐらいしかね、えー、入れられないですあと電話番号ですかねあとは営業時間とか営業日とかそういうのは書けるのかなでもそれぐらいしか、えー、広告できないんですよ。 でも、えー、マッサージ店じゃなくて、整体とかリラクゼーションの店っていうのは、えー、肩こりとか腰痛に効きますよとか、ですね、えー、頭痛はよくなりますよとかですね、何、えー、ですか、あとはその何分いくらっていう料金のもともかけますし、えー、広告規制がとても、えー、規制がされて,されてない、えー、規制が緩い状況になってますすさがにあの薬器法っていうんです。かね そういうい、えーねえー、こ,これに効くとかこれに効果があるとこれをやるとこういうふうに良、えー、くなるっていうのを言い過ぎると良くないんですけれども、えー、少なくとも、えー、腰痛の、えー、治療とか腰痛予防とか腰痛解消とかですね肩こり予防とか肩こり解消とかそういうことは、えー、入れても えー、いいような形にはなっているということで、えー、ちょっとフェアじじゃない感じがしますよね実際やってる内容っていうのは体の、えー、患者さんの体に触って、えー、施術をするというところは、えー、寸分たがわないぐらいの勢いな感じですよね整体マッサージもね。えー、にもかかわらず片方は規制がかかっててもう片方は規制がかかってないような感じになってるのが今の現状。 なわけですね、でそれによって、えー、今、えー、どういう状況になってるかっていうとまず一つはですね、えー、マッサージ師の資格、えー、国家資格って先ほど申し上げましたけれどもこれっていうのは視覚、えー、障害者の人たちが自立するために、えー、得る取る資格でもあるんですよね。ですんで視覚、えー、障害者の人たちの職業を守るために、えー マッサージ師の国家資格を、えー、取れる学校の数っていうのはとても制限されてて毎年、えー、マッサージ師の資格を取る人っていうのは、えー、ある一定の人数しか、えー、合格できないような形になってるんですね。でももまあ、えー、指定体のののおお店店とかリラクゼーションのお店っていうのはそれよりも、えー 早いスピードで、えー、数はどんどん増えていっている状況で、まさにですね、過頭競争になっている地域っていうのもかなりあるんじゃないかなというふうに思います。まあそれと似たような状況でいうと、えー、例えば、えー、柔道整復師っていう接骨院をやるときに、えー、必要な資格がありますよね。あの柔道整復師の、えー、学校っていうのはもう最近は どん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 増えてきてしまってもう至る所に接骨院があるような状況に今なってますよね。そういう風にならないように、えー、視覚障害者の人たちが、えー、ちゃんと自立して生きられるために、えー、マッサージ師の資格っていうのは、えー、制限されてるんですね人数を。にもかかわらず同じような施、えー、術をやっているお店が巷にどんどんあふれ返ってしまっている状況だと視覚障害者の マッサージ師の人たちっていうのは、えー、ちょっと生活が、えー、できなくなってしまうぐらい困窮してしまう状況っていうのは、えー、今もうまさにあるというふうに言われてますで、さらにですね、えー、もっとひどいひどいと言っていいのかなまあ確かにひどいんですけれどももう一つの問題点っていうのはそういう整体とかリラクゼーションのお店を、えー、国家資格を持っている、えー マッサージ師の人たちとかが始めてしまうというのがありますさらにはですね最近は理学療法士という資格を持った方々や私のような神灸師も生体のお店を始めてしまっているという状況が最近は散見されるということは Twitter、まあ、とか SNS でですねよく見られるんですよねこれどうなのかなというふうに思うんですよね つまりはですねあの誰がやってもいいという業態がその生態とかリラクゼーションなんでそういうお店をですね、えー、国家資格を持った鍼灸、えー、師とかマッサージ師の人が、えー、始めてで、えー、広告制限がほとんどん、えー、かからないんで自由にビラ配りチラシ配りポスティングができるわけなんですよねで。それによって集客もしやすすいですから でさらにはですね、整体で、まあ、中ではマッサージみたいなことをやってで、鍼、え、灸、ー、師であれば鍼灸の、えー、針とかお吸いもできるんですよっていうふうに言ってですね整体なのにもかかわらず鍼灸をやっちゃってるという、えー、状況があったりですとか、えー、理学療法士の方々っていうのはもともとはその開業権理学療法士としての開業権っていうのは持ってない。 わけなんですよねけれども生体院であれば、えー、理学療法士を持った生体師ということでして、えー、そこで自分の、えー、理学療法士の専門知識をそこで使って、えー、やってしまうという状況というのも、えー、あるというふうに、えー、言われてます実際あるんでしょうねそういう状況ってまあ今それで あのー、広告しやすいし集客もしやすいということをやっちゃってるんですけれどもそれっていうのはもうちょっとモラル的ににどううななのかなっていうふうに思い思ますよね法律として、えー、制限がかかってない状況で、えー、まさにグレーなところでやってしまってる状況っていうのはあるわけですよね。で一般的に言うと、えー、マッサージと整体の区別っててついいいいる人いますすかかかねねなななでよそういう法整備っていうのをもうちょっとちゃんとやった方がいいんじゃないかなっていうふうに思いますよね。 まあ実際、えー、業界団体っていうのがいくつかありますのでそういう人たちがですねそういう状況っていうのを、えー、いろんな政府とか行政にですね抗議を入れてるという話は聞きますけども一向に動かないと。なんでなんだろうっていうふうに思いますよね。うん、こういうい問題の、えー、意識を持ってる えー、私もマッサージ師の資格持ってますし新規、まあ、も資格持ってますけどねこういう、まあ、似たような、えーえー、お店をやってる人たちの、えー、資格を持ってる人たちの中ではこれ問題だよねっていう、えー、まあなんですかね程度こそあれですね、えー、意見が多少違えど問題だっていう意識は、えー、共通しているんでこの問題意識っていうのをもっとなんか、えー、一つに まとめて集約してですね、なんか大きいこにできないかなというふうに思うんですよね、うん。なんかもどかしいなというふうに思ってこの動画を上げておりますけれども、まあ私の仮の案としてはそういう本来こういうふうに今のあんまマッサージしやすいの法律とかもうそれに含めて、えー、と例えば り灸師の、えー、法律ってのもありますよね柔道整復師の法律もあるし理学療法士の法律もありますしそういう医療系の法律というのをまずは抜本的に見直した案というのをもう作っちゃってですねでそれを、えー、みんなで話し合って煮詰めてでそ,そういうこういう法律に変えてもらえませんかっていうふうに政治の方にですね訴えかけるような,なんか仕組みみたいなのをできればいいなというふうに思うんですよね。 どういうふうにやったらいいかっていうのをなんか案のある人はですね是非、えー、コメント欄にでも何でも、えー、上げていただければですね私もいろいろ考えますしあとは、えー、こう私みたいにですね対して、えー、フォロワーというか登録者いないですけれども、えー、こういう問題意識を持っているよっていう私と同じような資格を持っている人はですね、えー、こういう YouTube で、えー、自分の意見を あげたりとかブログで書いてもらったりとかもっと SNS でですねみんなに呼びかけてもらうっていうことをもっともっとやっていただくと、えー、意見っていうのはどんどん煮詰まってきてこういうふうのがいいよねっていう共通認識っていうのが生まれやすいんじゃないかなっていうふうに言うのぐらいしか私の頭ではですね考えられないんですけれどもまあ、えー、今回こういうふうに動画を上げたことをですねまずはきっかけとしてこの問題というのをもうちょっとですね掘り下げていけるように。 えー、していいいいきたいなとううふうに思いますす私も考えもですねまだまだ、えー、と整理できてない部分があるんですけども今の現状というのはこういう感じなんですよね。ですのでこの今の現状をどういうふうに変えていったら、えー、このマッサージ師の人たちとかその視覚障害者の人たちとかが、えー、ちゃんと安心してこの あまマッサージシェアス事業を続けていけるかっていうところを、えー、まずは基本として考えていきたいなというふうに思います。皆さんもどう思いますかね、うん、ちょっと考えてみていただきたいなと思います今回は以上です。